はい、どうもゆきです。パワポケ全裏サクセス完全攻略実況、パワポケ14裏札札侍札神討伐を目指して今回もやっていきましょう。今回本風を倒しに大阪にまた舞い戻りたいと思います。行くぞ本風、最大の敵ではまで超強いからね。なんだか今週は各支部からの上がりが良くないよね。はい、あの勇気とかいうやつがあちこちで邪魔をしているせいです。いっそのこと暗殺しちゃおうかしら。いや、お前マジで強いからやめて、本当に。あの、本当に、札ならまだしも、実力行使はやめてください。お願いします。世界最強でしょ？では、どこかに依頼しましょう。バカなことを言わないで。暗殺だったら私が自分で行きますよ。怖っ。もや、表が騒がしいですね。天狗党の本風がいるのはここか。無礼者め、ここにいるの誰だと。ふふ、バカね。本風だって先に相手が言ってるじゃない。お前、この国のものではないな。そんなに驚くことじゃないでしょ？そこに別の世界の人もいるのに。バレてある！二人とも注意しろ。こいつのこの落ち着きを。こいつは恐ろしく強いぞ。ならば、まずはこの私にお任せを。いや、だがお前は行くなよ。え？それはやめた方が。負けるからやめとけって。うわぁ！またか。さて、次はどなた？教えてくれないか？ここで何をしようとしてたんだ？っていうか、なんで俺別世界の人間って知ってんの？そっちの方が聞きたいけど。もちろんお金稼ぎですよ。大阪は天下の台所と言われるほどこの国の商売の中心ですからね。面倒くさい政治なんかは侍たちにお任せして美味しいところだけいただこうかと。そのために金満教を隠れ蓑に野球札を売っていたのか。そのつもりだったんですが、金満教に献金すると儲かるという話が広がると、事情を知らない連中がご利益に預かろうとわんさかとやってきて、山のように献金をしてくるようになっちゃったね。すげえじゃん、いいじゃん。まさか人の欲はここまでとはね。野球札はどうやって手に入れたんだ？天狗党のボスは将軍のように野球札を作り出すことができるんです。それを使って大勢の札侍を味方につけ天狗党を立ち上げたというわけ。天狗党のボス誰なんですかね？さて、そろそろよろしい？ああ、野球札で真剣勝負だ。いや、もう強いよ。強いよ。なんならマジ一番戦いたくないまであるよ。いや、世界最強と戦うの、もう怖い。怖い、この人。しかも割と特殊デッキ使ってくるんですよね。デッキ自体はこっちも組み替えて多少は組んできましたが、まあ、札不足もあるから、いや、そんな言い訳してたらダメだ。お、すごい。初手で、マコチーと小杉が両方来てくれてる。いいよ。これパーティーメンバーで。あ、しかもデリック来た。オッケー。さっきデリック、あ、ちょっと待って、デリック先使いよかったな。ミスった。順序ミスった。完全に出すのミスった。まあいや、デリックを使うと、山札から必殺技札を引けるんですよ。あ、スーパースイングさっき入れたのも来ましたね。小杉を出して、オッケー、準備はできた。じゃあ、ここから行くか。スーパースイングは割と確実にヒット打てるから助かるんですけど、とりあえずチャンス到来で出たい。おい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 、さらっと取ってくんなよ。7だぞ、一応。え、マコチーでうわ、守備札ないし。ちょっと待って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 。亀で、落ちたか。落ちた使ってんのか。人の手札落とすな。もうこの手札破壊とデッキ破壊、いや、ユダ父さん。いや、俺、うわ、ホームラン打ってきた。もう、強いよ、オンフ。オンフ、しょっぱなから強い。あと、なぜ守備札が1枚も来なかったか。いや、ここはちょっとこの、いや、ま、2連続なった。ま、デリックが落ちる分にはいいから、ちょっとね、デッキ破壊されるから、あんま手札交換したくないんですよ。最終的に、もう8回、9回で、手札なくなっちゃうと、それはそれで負け、おい、両方とも手札捨てる。やめろよ、お前。お前、頑張ってこっち捨てないようにしたのにさ、結果捨てられてんじゃん、マジかよ。あ、でも、鋼が来たのは、これはありがたい。ただ、一回選手交代で引けない。いけない。しかも手札捨てさせられる。いや、3枚、1枚は守備札残しておきたいけど、突然崩れる捨てるか。マジ強くない？あの、本当に比べ物になんなくない？この人だけ強さが。ベンチにファール取れてよかった。え、これ完全に偶然だな。オッケーオッケー。ただこの偶然をものにするためにもここから一気に逆転していきたいところですが、そうなったらデータ野球を、いや、データでもなあ、小杉がいるし鋼もいることを考えると、サンダーインパクトでまず一発打って手札を捨てさせて二塁打。オッケー、1枚手札捨てさせた。ナイス。あれは割と助かるな。ストレートでしょ。
ストレートも厄介だからね。でここでドラゴンブローで一発3点決めにかかりましょう。オッケー、入った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 、これは大きい、これは大きい、一気に逆転。よしよしよし、おぶのおぶの。でもデッキ枚数こっちかなり削られてますね。3回表なのに、3回表なのに残り枚数15枚だからね。向こう20枚ある。じゃ後半が怖いので、ここから先は点数を入れるというよりはデッキをなるべく温存する戦い方で、あでも守備札に偏ってるからこれは助かる。じゃあ攻撃1枚捨てて、まあどうせね攻撃しても取られちゃうんで意味ないし、点数入る。グンちゃん、なんでグンちゃん本譜の味方してんだよ、やめろよお前。グンちゃんはこった、オッケー、これはショートで防げる。いやこのホームランがやっぱ強いな。俺もホームランデッキ組もうかな。結構ホームランデッキ強いですね、人に使われると。で万が一の時のファインプレーもねデッキにさっき入れました。いや本風戦の前にめっちゃデッキは調整したからね。これで山田くん1枚捨てたくないぞよ。いや今捨てたいのも攻撃札かな、強いて言うなら。センター前ヒット捨てて、グンちゃんもう来ないで、攻めないで、お願い、僕のことは攻めないで。オッケー、チェンジ来た。よし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 、いけ、あ、いや満塁だからいけないか、どの道。そうしたらここはもうまた切って送りバント切って終わりにしちゃいましょう。は、逆転ホームラン来ましたね。これはまあ助かるっちゃ助かるんで、ベンチにファウルはしょうがない。うわー、もう山札削んなよ、残り6枚じゃねえかよ。まだ6、あ、これは防げる、ビッグストリーム。あー、内野かな、ここ捨てておこう。ちょっとホームラン防げる札がこれでなくなったな。なんか引かないとまずいですね。あ、オッケー、決め球が来たからこれでホームランは防げるのであれば、制球の乱れ使ってみよう。あー、いや手札、いや使わない方がいいな、これもう守りきるしかないな。これ本風戦に関しては全力で守るわ。こうなったら三遊間は捨てましょう。そしたらこれでさ、いけるのかどうか。あー、ホームランやっぱり来た。お前ホームラン何枚入れてんの、デッキに。もう5、6枚使ってない、これ。これで守る、はい、守る。ここはもう打たない、怖いから、ほんと怖いから。うわ、デッキ切れたよ。8回9回まだ残ってんすよ。いや、あと2回守りきれるのか、最悪同点な。うわ、逆転最後の最後に食らった、マジかマジか。これファインプレーとかいらなかったな、デッキに。いやー、負けましたね。もう勝負諦めましょう。ちょっとリベンジもっかい。いやマジで強い。何枚かデッキ入れ替えてきました。なんとか勝ちたいところですが、やはり本当に最強の敵ですね。で今回先高校か、白田さんは今いらない、もうちょい後で欲しいから。いや、ホームランだったらストレートだけでも防げるのでは。ちょっと攻め攻めでいってみましょう。リスクを犯さなくて本部は勝てないからね。いやただね、お、また白田さん来てめっちゃアピールしてくんじゃん。いいよ今は、白田さん捨てていいよ、落ちたくん。そこは捨ててほしくなかったな。そこは割と必要だったんだけどな。ストレートで防いでいく。いや白田さんマジで今はいらねえな、本当に本当に今いらねえな。サインかい、いや取られるし、解読させてくんないし。じゃあそこはさ、おじさん解読させてほしかったな、おじさん。ぐんちゃん、いやー手札が尽きないね。しっかり回収するから。このぐんちゃんの守備番が白田さんなんですよね。まあなんで実質白田さんはぐんちゃん並みの力があるんですけど、一回スーパースイングのを使って、うーわ、スーパースイングですら取られる、つらっ、つらっ、マジで言ってる。ベンチにファール、まあこれはでも3枚削られるのつらいな。ちょっと多めにデッキ組んできたとはいえつらいな。ピリッとしません。そのヒカキンのケボールみたいなのやめろ、その絵。これでじゃあこの回ちょっと攻めてみよう。突破口いける、お、突破口いけた。ということはセンターとライト6空いてるということなので、これドラゴンブローいける感ある。レフトどうだ、 OK、 来た先制取れましたね。
先に2点をいただけた。これはでかい、これはかなりでかい。篠田さんは使っても、うち守備札そんなにないよね。ストレートしかない。じゃあ今いらない。篠田さんちょっとこれいけるよ、いけるよ、ここから守ろう、しっかり。おー、怖っ。篠田さん使った方がいいか。ホームランを回避できるカードはあった方がいいことを考えると、篠田さんでデッキに今の2枚を戻しておいて、で小杉も使って突破口も使って OK、 これでターン終了にして4枚引けるから。守備札、いや守備札ねえよ、なんでさ。いやここは守備札必要だったよ。え、前世、まあまあまあ、でも攻められるよりよかったわ。今攻撃食らってたら普通にまずかったから。じゃあデータ野球で1枚守備札を落としていただいて、これで終了。攻めない、なんとか。こあ6回これいけるんじゃない。あ山田父さんで、マジショートしてちゃった、ミスター。えこれ湯田父さん来て1点入るパターン。ベンチにファール、これは取る。いやちょっと待って、ショートしてちゃった、ミスターミスターミスター。あれ一応2点あるからホームラン防げんだよ。うわやらかしい、やらかしいの。ピラメキーの、ちょっと待って。そうしたらスアンダーインパクトを使ってスクイーズを切ってできたら出たい。 OK7 点は防げないと、投手保守で。これで応援の力か右に左にか迷うけど、右に左に、来た来た、追加点。ここでの追加点はでかいですよ。コンフ相手に03、これは大きいですね。4枚目いこうか、もう1枚必要か、止めの一撃、応援の力。 OK OK 来た、コンフ相手にコールド勝ち。よっしゃー、大変だった、ここまで何回繰り返して戦ったんだよ。 OK 最強の敵撃破、マジ強かった。もう意味は、やっぱ一番強いわ。もっとお見事。恐ろしい相手だったな。助かりました。お前わざと負けてないか？ひどいですぞ、小杉殿。さてと。あ、ダメです。その人は危険ですよ。ああ、野球札がなくても多分ものすごく強い。おや？もう話してくれるんですか？極悪非道な奴だったらしばらく札にして反省させるってことも考えたけどね。はて、私っていい人でしたっけ？あ、ちょっと選択肢が来てますね。悪い人なのか？知っているぞ。悪いことはしていない。どっちでもいいんだ。いやー、悩む。知っているぞとか言ってると普通に裏書かれそうだからね。どっちでもいいんだで言ってみましょうか。人間を札に閉じ込めておくなんてあまりいいこととは思わないから。でも私を逃がすとまた悪いことをするかも。それは困るな。もう悪いことをしないとありがたいんだけど。やれやれ、面白い人ですね。いいでしょう。インチキ宗教もいい加減飽きてきたところだし、私は天狗党をやめて、あなたの味方に。もう無敵だよ。ちょっと、ホンフーさんいるんだったらね、ちょっと僕、世界征服しちゃおっかな。え？とりあえずお近づきの印にこれどうぞ。期待に応える。オッケー。めっちゃ金くれた。あざす。あざす。ホンフーさん。あざす。じゃあ、ホンフーさんに。俺の部下のホンフーに会いに行こう。おや、こんにちは。あ、ホンフーさん。その後どうですか？商売はずこぶれ、順調よ。インチキ宗教なんて使わなくても、コネと人脈と知恵さえあればいくらでもネタはあるからね、さすが。ああ、そうそう。もしもお暇だったら、私の店？野球札。いや、ちょっと、それは大丈夫っす。まあ、照れてるけど、あいつ男だからな。おいおい、何を照れてるんだ？言っておくが、本府は男だぞ。え？この町は結構有名な話だ。本人も女の格好してないのに、よく女に間違われて困るって話してるらしいぞ。マジ？あれはまあ、見た目完全に女にも見えますからね、素敵な女性にね。じゃあおみくじ屋さん行ってみましょうか。ここのおみくじは、あ、11の裏だっけこれ。じゃあちょっと、っていうか掘る必要いるな。遅めに打ったら掘る。でもね、一番苦手なんだよな、このおみくじ。これ全然わかんないの。僕が一番苦手なおみくじ、マジこれ。ただ、もっと遅めでいいんだね、じゃあ。この辺か？あ、来た！あ、掘る必要来た！え？俺、このおみくじやって初めてかもしれない、掘る必要。あと1個なんかいいの取れれば。あ、入った。おー、やった。俺これで初大吉だ。オッケー、やった大吉だ。おめでとうございます。湯田父さんの札ゲ父さんが父さんが
父さんが札に封印されてますけど、じゃあともう一回うろついてみようかな。ん？野球札、お、札落ちてた。伝令、あ、ありがたいですね。じゃあ救った後ちょっとねサブイベがあるのでいろいろと見てみましょう。まずはじゃ あどうしようかな、下の方から行こうかな。奇襲、あ、どうも。俺たちに壺を売りつけようとした人だな。あれ以来心を入れ替えて商売をしています。今は何を？それなんですが聞いてください。友人様のお守りなんですが、これを身につけていると運勢がすごいことに。ホッパーズの監督かな。なあ、こいつ札にして川に流していい？いいと思うよ。うん、いいと思うよ普通に。じゃあ大和にも行ってみましょう。こう各地方のおっちゃんたちが何をしてるのかね。あ、どうも。以前埋蔵金の話で俺たちを騙そうとしてた人だ。騙そうとしまくりでしょ。あれ以来心を入れ替えて井戸掘りの仕事をやってます。相変わらず掘ってるんですね。それであの後埋蔵金は見つかりましたか？いや姉ちゃんにはかないませんな。ははどうして笑うのです？なんかこのおっちゃんが一番改心した感はありますね。でちょっと大阪を通ってさらに北に行って、タラバ、最初に来た地方ですね、ここの。あ、どうも。カニを取るからくりの話で俺たちを騙そうとした人だな。あれ以来心を入れ替えてカニの養殖をやってます。頑張ってください。ところでこれまでの10分の1のお金でカニを育てる方法を思いついたのに、まだ詐欺ってるよ。どうや、金を出す気はないか？お顔当たってください。こいつだけ改心マジでしてねえぞ。じゃあ、シラサギの国にも行ってみましょう。あ、どうも。小豆の先物取引の話で俺たちを騙そうとした人だな。これね、セロ A のゲームなんで、まあね、青少年も見てるかもしれないですけど、青少年見てたらね、これ気をつけてくださいね、本当に。あれ以来心を入れ替えて米の先物取引を。お前どの道進めてんじゃねえかよ。ちょっと待って、反省してないよ。小豆の部分が問題なんじゃないんだ。懲らしめておきました。ナイス。